よくですね、これがイギリス式だとかアメリカ式が逆だとかいろんな風に書かれているんですけども、その古き良き英国の一般的なストライプのタイは結び目を見せるために、メンズファッション TV。 皆さんこんにちは、メンズファッション TV 松はじめです。この番組では毎回メンズファッションの楽しさ、コーディネートのポイントなどをお伝えしていきます。さて今日はネクタイのストライプの向き2種類あるのご存知でしたかということについてお伝えしてみたいと思います。ネクタイのストライプの向きなんですけど、何気なくですね、周りの方のネクタイ、まあこのストライプ、レジメンタルって言ったりもしますけども、この向きに意味があったのご存知でしたでしょうか。このストライプ、右上がりと右下がりのものがあるんです。私が今つけているこのレジメンタルタイ、ストライプのネクタイは右下がりなんですよ。皆さんから見て右下がりですよね。よくですね、これがイギリス式だとかアメリカ式が逆だとかいろんな風に書かれているんですけども、こっちが逆なんです。右上がりになってますよね。何が違うのかっていうことなんですけども、イギリス式、アメリカ式なんて言われますけども、まあ、クラブタイ、レジメンタルタイ、ストライプのネクタイ、いろいろな呼び名ありますが、ここでは分かりやすくストライプのタイということにします。このストライプのタイ、一般的なストライプのタイはこちらです。右上がり、私が今つけているのが右下がり、逆なんですね。で、一体どういうことなのかっていうことなんですけども、まずですね、前提として右上がりの方が美しい、視覚的にですね、美しい字を書くときにやや右上がりにした方がいいっていうようなことを聞いたことがあるんですけども、もともと漢字もやや右上がりのものが多いそうなんですね。まあ業績も右上がりがいいですよね。この右上がりのネクタイ、ストライプのネクタイですね、これも同じで、対面したときに右上がりに見える方が視覚的には美しく見えるんです。じゃあどうして私のような右下がりのネクタイが存在しているのかっていうことなんですけども、これはですね、ベストのこの V ゾーンが関係していたんです。もともとベストは今よりももっともっと V ゾーンが狭かったんです。ほとんど結び目しか見えなかったんですよ。この右下がりのストライプのネクタイは結び目は逆に右上がりになるんです。ベストのこの V ゾーンが狭かった、古き時代は結び目を見せるために右下がりだった。その古き良き英国の右下がりをアメリカが取り入れたんではないかというふうに言われています。この話は諸説あるようでいろんな見解があるんですけども、今私がお話した話は服飾評論家の伊豆井正蔵先生がおっしゃっていたことで、なるほどと私も非常に納得して腑に落ちたので、一つの説としてお伝えしてみました。紳士の服って歴史もありますし、いろんなエピソードがあるわけですね。こうやって知っていくとファッションがもっともっと面白くなります。ということで、この番組では洋服にまつわるさまざまなエピソードについてもこれからご紹介していきたいと思います。この番組が少しでも面白いなと思っていただいた方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。さて明日は何着よう、メンズファッションに対しての疑問質問コメント欄で受け付けております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。